古川虎之介1月1日昭和15年3月30日は日本の実業家。古賀財閥創業者、古川一兵の実施で3代目当主。爵位は男爵。遺械君等は正四位、君三等随法賞。根樹法賞受賞。号は風化。古賀財閥を多角化させ、総合財閥に発展させた。東京府出身。 古川一米の晩年の子である。母は柳橋の芸妓、小生。幼少より慶応義塾に学び、小畑徳次郎の訓導を受ける。明治三十六年に慶応義塾普通部を卒業し、ニューヨークのコロンビア大学に留学する。明治三十八年一月に義兄である純吉の養子となるが、同年十二月に純吉が三十六歳で病没したため、若くして、 小賀財閥の三代目当主となった。間もなく副社長として病床の純吉を支えてきた原高氏も内務大臣就任のため小賀工業を辞任し、一米の片腕だった木村長七が虎之助の後見人となって実際の経営を取り仕切った。明治40年親戚で小賀工業社員の中島熊吉と共に欧米を遊学の後に帰国する。この中島が 後の古川家を支えてゆく。大正4年12月1日、経済発展に尽力したジップ・日米の勲功により、断尺に除尺された。虎之助が財閥を相続した当時、経営基盤は依然として、足尾銅山が算出する銅であった。鉱毒問題に対しては、小賀工業も、鉱毒予防令に従い対策工事を実施していた。 ものの、同社への非難の声は、なお根強かった。1906年、小賀工業社長に就任して間もない虎之助は、社会的な非難を緩和すべく、原高氏の助言に従い資金難で設置が、危ぶまれていた東北帝国大学と、九州帝国大学の校舎建設費用の寄付を、申し入れた。寄付金の総額は1907年度から5年間で106万円に、達した。 この資金で建てられた校舎のうち一棟が、現在も北海道大学校内に古川記念行動として残されている。また、第10期より母校の慶応義塾評議員に当選し、以来長きにわたり支援に努めた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、道の特殊に後押しされた小賀財閥は経営の多角化を推し進めた。1918年までには、 持ち株会社の小賀合名会社が直轄する工業、金融、商社を中心として、横浜ゴム、朝日、電化、富士電機、東亜ペイント、第二次電線、帝国生命保険、富士通信機、日本アルミ、小賀造り、小賀電池、日本系金属、日本特殊系合金などを参加に抱く20社以上の企業を束ねる一大コンセルンに拡張させた。 しかし1920年の戦後強行による同価格の暴落や投機取引の失敗により経営が失速。金融強行の影響を小賀銀行が大きく受けたため、同行と踊り、虎之助は銀行経営に専念するため、小賀工業社長と小賀合名代表社員の職を吉村万次郎に譲った。1921年に小賀商事が破綻。 1931年には、小賀銀行を第一銀行に譲渡するに至り、総合財閥として欠かせない商社と金融の機能を喪失した。この間1923年に起こった関東大震災の際、自宅建物に被害はなく、庭内を解放、都心や下町から押し寄せた避難者、約2000人を受け入れ、医療団に負傷者の治療に当たらせた。また、 バラック住居86校を建てて避難者524人を収容した。一方、社長在任中には、満州事変など、戦争体制の進展する中で10、科学工業部門に重点を置いて、規模拡大を図り、小賀電機工業や富士電機製造、富士通信機製造、など、後に、親会社の小賀工業を上回る、大企業となった会社が、複数誕生している。 軍需の拡大した1930年代は、工業部門に代わって、これらの工業部門が業績を伸ばし、小賀財閥は再び急成長していった。満州事変以後、日本救政軍、太平洋問題調査会、南満州鉄道創立委員、東亜経済懇談会等に参加。収容団が発足すると、東山光、徳富伊一郎らと共に顧問となる。さらに、 国本社系の広告同士会が発足すると、上杉新吉と共に、財界代表として、バックアップに努めた。日中戦争となり、第二次世界大戦に突入すると、虎之助は昭和15年に死去し、養子の古川頼澄が家督を継いで総帥となったが、敗戦後の占領開始後、頼澄は公職を追放され、小賀財閥は財閥解体を命ぜられた。虎の助が、 大正6年から大正15年まで暮らした邸宅は、現在は、都立旧行が庭園として公開されている。歌舞伎役者が隣に並びたがらないほどの絶世の美男だった。ありがとうございます。